描いたラブレターを読み直してみるよ。我ながらよく書けた文な三枚も書いた。この気が便箋に止まった失礼なやつだ。俺がこの世で一番愛するマイハニー、会いたいから始まり書き出し、感じてたいつでも間近に、君のことしか考えられない。そのせいなのか何もできない。だからじっと君だけ見ていたい。次の休みには自転車に乗り、そう君に君に君に会いに行くよ、君に会いに行くよ。愛してます、僕の嫌い君の話、時々聞かせてくれた。年を取って命が尽きて、星のかけらになっても、昨日は聞かせた僕の歌、巻きすぐに流れてく。流れてくのはそう、時間も人間も地球ごと、全てを巻き込む向かうだと。誰もわからない、そんなことみんな最後は死ぬんだろう。でも失敗ばかりしてても、遊んでばかりしてても、残せる自分の足跡、明日も耳君に会いに行くよ、君に会いに行くよ。愛してます、好きにしてよ、しかった夏休みだったのに、君のママとも仲良くなったのに、秋になって冬を越えてさよならと言った。何十年の秒に数えて自転車に乗って、また君に会いに行くよ、君に会いに行くよ。愛してます、好きにしてよ、君に会いに行くよ。長いも言うように、お前のそばにいつでも二人で、俺もずっといたい。些細なことに泣いたり笑ったり、あの店も遊園地にもまた行きたい。また君に会いに行くよ。